はようございます。その土地に行ってみないとわからないことがあります。今回大東国師のご生誕地である法輪寺様にお参りして改めて思いました。いただいた地元の資料には村の古老から聞いた話だとして参勤交代の大名が法輪寺の門前の街道を通るときに法輪寺の山門が見える参道のところで籠を止めてうやうやしく国師に拝礼していったという話が書かれていました。それほどまでに大東国師は尊崇されていたということであります。大東国師と同時代を生きた禅僧が無双国師であります。このお二人はよく対比して説かれることがあります。無双国師は建治元年1275年のお生まれで、大東国師は弘安五年1282年のお生まれです。無双国師が7歳の年上であります。ただ無双国師は当時としては長生きで、寛能2年1351年に77歳で亡くなっているのに対して、大東国師は建武4年56歳でお亡くなりになっています。法輪寺の西村総裁和尚は大徳寺でご修行された方でもあり、大東国師の生誕地の住職もなされただけに、大東国師への尊崇の思いはとても強かったと思います。大東国師の生涯を分かりやすくした紙芝居もお作りになっていたほどでした。その紙芝居を絵本にしたものを先日頂戴しました。その絵本では一般の方にも興味を持ってもらえるようにと、はじめに一休さんが出てきます。大東国師は知らなくても一休さんなら誰しも知っているということでしょう。その一休さんが、わしが一番尊敬しているお坊様、京都紫の大徳寺の開山大東国師だとして話が始まっています。一休さんが鬼道禅師とともに大東国師も尊崇していました。鬼道禅師のお弟子が大王国師で、そのお弟子が大東国師であります。大東国師のお生まれになったのはちょうど鎌倉で円覚寺が建立された年でもあります。両親が良い子供が生まれますようにと、書舎さん円教寺の如意輪観音に祈って授かったのでした。書舎さん円教寺は西の比叡山と呼ばれるほどの名刹であります。絵本には鎌倉時代の終わり頃、一人の男の子が播州揖保川のほとり、浦上一国という武将の家に生まれたんじゃ、母は赤松遠心の姉さんだと書かれています。さらにこの少年が書舎さんに入ったのは11歳だ。一度読んだ本はすぐに覚えてしまうほど優秀で、皆があいつは神道だと噂したんだそうだ。そうして6年間一生懸命学問に励み、時には山の中で座禅を組むという毎日だったそうじゃというのです。西村和尚はご生前、法輪寺から書舎さんまで子供たちと歩いていくということを何度かなさったと伺いました。大東国師が11歳の時だというので、その年の子供たちを中心に歩いたというのです。およそ20キロくらいあろうかと思います。昔の人が歩いたところを実際に歩いてみるというのは良いことです。大東国師は17歳で禅を求めて京都に登りました。3年後の20歳で鎌倉の建長寺などで参禅しました。さらに仏国国師に参禅しました。1304年のことです。無双国師が鎌倉で仏国国師に参禅したのが1303年で、その年の秋には鎌倉を出て1304年には内草に行っていますので、このお二人が仏国国師のもとで一緒だったかは分かりません。すれ違いだったように感じます。無双国師は仏国国師の法統を受け継ぐのですが、大東国師は仏国国師のもとで正式に出家しますものの、
仏国国師が大東国師に大王国師に指示するように言いました。そこで大東国師は大王国師に参殿しました。大王国師に悟りを認められ、さらに20年徴用するようにと言われます。正体徴用といって、母体に宿った胎児を大事に育てるように、悟りの心境を大事に養っていくことを言います。五条の橋の下で過ごしていたと伝えられています。絵本には次のように書かれています。時の花園天皇が大東国師の噂を聞いて、ぜひ会いたいと思われました。絵本には花園天皇となっていますが、後醍醐天皇だという説もあります。しかし大東国師は鴨川の五条の橋のあたりで大勢の人たちに混ざって暮らしていて、探すのは難しいと言われました。絵本には明朝の好物が播州名物のマクワウリだと知って一計を案じたと書かれています。役人がある日五条の橋の下へ行き、マクワウリの施しをしました。群がる人たちに向かって、足なしで歩いた来た者にこのマクワウリを与えると言ったのでした。皆は呆然として何もできなかったのでした。その時神はぼうぼうで、むしろ背中から来た大東国師がそれを聞いて役人に、手なしで渡せと言ったのでした。そこでこの男こそ大東さんだと見破られてしまって、朝廷に召し出されたという話であります。なぜマクワウリなのか私は今一つ分かっていませんでしたが、法輪寺様を訪ねて大東国師のふるさとの名物で好物だったと分かりました。人を寄せつけない厳しさの大東国師ですが、ふるさとの名物が好物だったという話には温かい人間味を感じます。大東国師が五条の橋のあたりで骨敷きをしていたという話として伝わっています。大王国師から印鑑を受けた翌年に大王国師はお亡くなりになっています。大東国師は京都東山の雲御庵に隠れ住んでいました。その時に慶徳伝統録という膨大な書物を書写されたりしています。これは中国の伝統の祖師の案里や原稿を記した書物です。そして45歳で大徳寺を開堂されたのでした。それでは姿勢と呼吸とを整えてまいります。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめて、この大地に支えられていることを感じて、足に力を入れて、よし立ち上がるぞという気持ちで、お尻を5センチないし10センチほどスーッと持ち上げていって、ストンと下ろします。息を吸いながら肩をニューッと持ち上げていって、で吐くと同時にストンと下ろします。もう一度息を吸いながら肩をニューッと持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。最初一息、息を強く吐き出します。この時にはお腹の底に溜まっている空気も全部吐き出してしまうつもりで、胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで、口を開いて一息強く、はぁ。と吐き出して口を閉じますと、鼻から新鮮な空気がいっぱい入ってまいります。おへその下、下腹いっぱいに新しい空気が満ちて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ありがたいな、嬉しいなと、この思わず微笑みがこぼれてまいります。
そんな気持ちでその後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。